全部の表情が怖いですよね笑っててもねまぜ、あ、ひ楽しみにしてほしいですね、はい、この後はい、ありがとうございます続きましてひなみさんにも伺いたいと思いますがひなみさんは桜姫以来の現場でこう橋本さんともね,ね監督とまた久々の再会だったということですけれども、はい、久しぶりの橋本くいかがでしたか、まあ、変わらず面白い方だなとは思ってたんですけど またでもね、うん、ご一緒できると思ってなかったので、こうやってお声かけいただいて、すごいありがたいなと思いました。えんと申しますか監督なんか、やっぱりそのどうですか、こうひなみさん、久しぶりにお会いになられて、どうですかなんかマイク渡されるとね、しゃべりづらいけどあの、えー、でもまあ、あの本当になんか変わらずね、ねあの美しいんで、えー、とても楽しかったです。 ひなみさん今すごい、ね、お褒めの言葉いただきましたけどどうでしょう恐縮でございます恐縮でございます, <laughs> と,いますということで作中の、ね、ひなみさんもとても素敵ですからぜひ、ね、注目していただきたいと思います。回収屋というお話でございますがどうですか皆さん回収してもらいたいものなどありましたら <laughs> ぜひ、ね、伺ってみたいんですけれどもどうですか、ねまあ、ちょっと皆さんに伺いたいんですけど福士さんなんかありそうですよね。

現場で貸した須賀くんの、ね、お金を返してもらいたい,い、ね、あ、お金ですそれ回収しましょうやめろやめろ,やめろ早く返してくんない方って言いがかりをやめてくれガチ回収です、ね、いやダメですよ、これキズにしちゃう,い、ね、うメッセージいただいてもよろしいでしょうかはい、えー、本当に今日はありがとうございます、えー、なんか、ね、やっとこの作品が世の中に出るって思うと皆さんどういう風な感想を持たれるのかなってすごい興味があってでも。 本当にこう、まあ、素晴らしい本当にキャストの皆さんに後押しされてあの、まあ、賛否両論、好き嫌いは分かれる映画にはなるかなとは思いますけれどでも、その分すごいこうあの中途半端なものは作らなかったのでシマウマっていうものに対して本当に直球にぶつかったと思いますのでぜひともあの皆さんが言葉やらあの文やら人にちゃんと伝えてきっとこれは伝えていろいろ話題になる。 作品になると思ってますんでぜひとも皆さんの力を借りてあのこの映画をより活かしてもらえたら嬉しいなと思います本当に今日はありがとうございました優勢さん素敵なメッセージありがとうございました今一度お気の拍手お願いいたします